おはようございます。というわけで、何がスマートフォンやという時代になってまいりました。見てください、ガラケーです。時代はガラケーです。というわけで、デビルサバイバーです。懐かしい。まあ軽く思い出しながらふわりふわりとはいつもと変わらずやっていきたいなと思います。で、今サマイの方なんですけど、まあトータル、まあ、結構やらせてもらって、まだなんやかんや8000枚プラスになってます。まだなんとかプラスは維持できてるということで、まあやっぱそれほどまでにやっぱスタドラのあれが大きかったなっていう風に、まあそこにでもやっぱ甘えるでもなく、最近ちょっとね見せ場のある実践が少ないので、まあ言えそうなんでね、なるべくたくさん見せ場を見せて、かつやっぱりボールと高まるほどの熱さを見せれたらいいなというふうに思ってます。そんな感じでやっていきましょうか。早速ほんとね、練習したい最高のダンプリ。まず1回目練習でいい。はい、いきます。これ1回目練習ね。6出たら怒る。うわー、もったいねー、もったいねー。やばい、まあもうこのままいきましょう。くっそー、しょうがないっすね。いきましょう。いきます。いつもさ、これマジでさ悪いんよね。大丈夫、出ました？あ、オッケー、じゃあお願いします。成り上がり。はい、というわけでデビルサバイバー、打っていきましょう。いきましょう。とりあえずゾーンがあって、ゾーンまで行った時にチャンスゾーンの抽選と ART の抽選、してくれるということで、200区切りがチャンスゾーンの抽選かな。で、500区切りで AT の抽選に行ってくれる。で、周期のスルーで7スルーでなんかとかありましたよね。これなんか狙ってた思い出がある、このファーストデーとかを。基本的にはまあ AT オンリー、この最後の7日間だけで伸ばしていくんですけど、まあその最中に流れる歌がかっこいいんだわ。まあ歌がかっこいいだけではなく、まあ AT の性能もさることながらなかなかの面白い台となってると。まあ初当たり確率に大きな設定があるっていうのがあって、でこのサバイバルポイントがまあたまんないと、要はゾーンまでいかないんですけど、まあ1ゲームに1ポイントたまるんだけど、それじゃあまあ天井2000ポイントなんで2000ゲームかかっちゃうよという話になっちゃうっていうことで、ポイント特化ゾーンみたいなのが通常時あって、それをしっかり引いて来なければ当たるまでやっぱ重くなるしっていう、まあいかに早くポイント貯めて、当てるかというのが大事になってくると。基本的にレアエクは、弱チェ弱スイカ、強チェ強スイカとチャンス目で、まあ、あと中段チェリーとサバイバル目、まあフリーズにつながるやつですね。ルシファーサタンのどっちかがまあ落ちてくるんですけど、まあフリーズしてからじゃないと分かんない。ダン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 みたいな、サタン降臨みたいな。サタン外れだった気がするんだけどな、どっちだったっけな、ルシファーかサタン、どっちか弱い、サタンが弱いんかな確か。ルシファーだとベルで絶対上乗せになるから結構取れて、サタンだとなんかリプレイ来なくてストレスになるみたいな。合計で多分3万ぐらいなんで、どっちか落としましょう、降臨させましょう。はい、これですね。まあこれがエンカウントで倒してポイントを獲得できると。まあこれが高確率中だと結構落ちるからバトルに行くよと。まあモーリーモーリーポイントが溜まっていく。なんか懐かしいなこのステージ。めっちゃエンカウントすんのか。あ、崩落した池袋。なんかうわ、ちょっと思い出してきたぞ。はい、バトル行きましたね。はい、あーあ、絶外れる人ね。これあれか、倒せば当たるやつか。はい、まあ青カットになれ弱いと。はい、やられたと、しゃあないですね。さあ400いったんで、まあチャンスその行ってくれりゃいいかなぐらい。なんか懐かしいな、これこんなうるせえんだ。はい、これはチャンスゾーン行きましたね。はい、壊れたんじゃねえのかっていうから落としてんだけど、みんな聞こえてんのかなこれ。まあまあこれでサバイバルチャンスには行くかな。生きるとは戦うことみたいな、食べることみたいなやつでしょ。はい、これでチャンスゾーンに行きます。はいですね。で、これで青だとダメだよね。かっこいいよね。青だとダメだから緑、赤まで行ったらなんか一撃とかの方が当たるんだよね確か。まあいいや、緑だからいっちゃん最初なんで、エニシー行きますか。あ、そうだね、これで選ぶのか。
イニスチャンスとセブンチャンス、これがお尻を当てで一撃チャンス。確かねセブンやった方がいいんだけど、まあ1回目なんでイニシやりましょう。行きましょう。止まれば止まるほどポイント獲得みたいな感じですね。で擬人遊戯なんよねこれ。はい、食べることみたいな、なんかひたすら言っていくやつねこれ。はい、時間効率はまあ悪いですよね。はい、8ですね。あと5はいというわけで8ですね。携帯プッシュ、大ダメって感じですね。まあエニシュはねマジでなこんな感じ、擬人遊戯でなんかさスカスカしてる感じがあるから、まあ全部やっていきましょう。まあ今のはゲーム数によるチャンスゾーンの出現ですね。サバイバルチャンス、あ600のところか、やばい、これやばいね、これこれ相当やばいっす。まあ青なんでほぼ期待できない。すごいね名台詞のように聞こえるよね。でこれがおすすめかな個人的には。あの青の時とかはもうどうせ他のやつ やっても当たんないんで、これでお尻を当てに行った方がいい。でフリーズ時間長ければ長いほど6択、3択、あ2択とかに増えていく。これが超えたらいい。あーダメ、これ6択ですね。まあ挟み撃ちですね。まあこれダメよね。はい、まあまあまあしゃあない、こんな感じですね。はい、オッケー。まあまあ順番なんで一撃でやりましょうか。かっこいいよねこれですね。いきましょう。まあ期待度はね高くない。龍脈の続きを引き抜く方針を使用する準備は整った。龍脈の力を目覚めさせるぞ。さあレバーを叩くのだ。いきましょう。携帯プッシュ。さあ三択中、まあまあ全然 OK。 あと1回2回ですね。あと2回チャンスゾーン行けばセプテントリオン強襲で、まあその当たり方がこの台って一番初当たりから伸ばせる。まあもちろんフリーズは置いといてね、あの可能性があるんで強いんよね確か。なんかねその当たり方で伸ばすイメージが強い。普通に当てた時よりも SS だったか S ランだったかを取れんのよね、倒せば倒すほど。で S ラン4体でレアバースト絡めた時がマジ半端なくて、あそうそうだ、あ思い出した。だからちょっと狙いましょうか。一発目の当たりからそれってのもなんかちょっとあの申し訳ない感じがあるんですけど、どうなんやろね。あーダメなんじゃないそれは。携帯プッシュ1837ゲーム携帯プッシュ。あー926ゲーム。これさ天井まあいきます。懐かしいねこれ、かっこいいキャッチフレーズですよね。悪魔とちぎり神へと挑む、かっこいい、いいよね。いきます。あーそうだね、赤だと、あー龍脈が強いんだ、そうだそうだ。まあなかなか来ないけどね。まあこれでまあ緑の S ラン悪魔かな、全役上乗せ、あ A ランですねごめんなさい、5ゲーム間全部上乗せですね。で10ゲームとこうやって悪魔を呼んできて、こうやって悪魔を召喚していって4体揃った時に、レア役バーストに行くと。悪魔自体はなかなかの確率で呼べるんで、これレア役じゃない、はい、うまい、めっちゃうまい。上乗せ50、30チェリーで上乗せると全役上乗せで上乗せですね。で悪魔も今これ3人、あと1ゲームなんで間に合わないですけど、もし次の1ゲームで悪魔来たらレアグバーストかな、無理だね。はい、で残り154枚からスタート。うまいですね、チェリーで上乗せなんでこれがうまいと。はい、20
こんな感じで常にチャンスがあるで、今スイカとスイカだからスイカ引けば熱いよねっていう。であとはレアーク引いた時にセプテントリオンバトルに行く可能性があって、それも倒せばいい悪魔取れるんで、まあ、そういうのを重ねて目指すはレアークバーストかな。さあ残り36枚ですね。まあ今セプテントリオンの警戒中ですけど、これあんま強くないですかな。ちょっとレアーク引いて悪魔を集めたいですね。さあ今2体、これがねなかなか難しい。3体でこれダメでしたけど、ここでなんとかもう1体来たらあと4ゲームの間にレアーク、あーてかそう、折る間は終わんないですね。だからレアークだ。チャンス名かチェリーを引けたらチャンス名ダメー。でも残念ながら終了というわけで244枚、まあ容量は今の感じ、まあ、4体今並べてないんでこの台のポテンシャルを発揮できてないです。6回目ですね。ここ外して次で当てたいですね。まあ、まあ、当てない方がいい。ここは外した方がいいです。いきます。当たるんかい。まあまあまあええか。289ゲーム、ここはね本当に外した方が強かったですね。初回 5% ぐらいで龍脈入るんで取りたいですね。さあ行きましょう。あ赤や、これ毎回赤かったっけ。龍脈あんじゃないか。はい、まあ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 赤の悪魔ですね。S ランク、アスラオですね。5ゲーム間レア役全役のせです。行きましょう。まあ初回は絶対ねこの手のやつが取れるんでレア役引きたいね、できれば。さあこれ友達70枚でかい、140枚ですね。さあ行きましょう。遅い遅いまあまあほい。さあチェリーで上乗せのキャラクターですね。あいいね、これレアグループするやつや。はい、いいよいいよいいよ。これも継続ですね。レアク引き続ける限り継続するやつやね。もう一回行けばレアクバーストね。ほいほいほいと、でこれでチェリーで上乗せ3体いるんでボンボンボンですね。行きましょう。これが気持ちいいよね。で友達呼べよ。やば、おおおお、うまくないですか。うまいうまいうまい。いや終わりましたかね。はい、まあ、ただセプテントリオンの気配があるので、これトランペッターじゃないか、違うか。あ来ましたね。 OK、 これで4体来たんでレアクバースト入ります。でレアクバースト引いてるときはゲーム数計算止まって、レアク引いた時点からカウントが始まって5分の1ぐらいでレアク来ます。でこれ全部 S だったりしたらレアクなるべく引かない方がお得ってやつですね。行きましょう。で今チェリー行けば熱いんで、ここがねめっちゃ面白いんで、まあちょっと悪魔が弱いですけどね、 D ランしかいないんで、まあスイカとか一番今寒いですね。欲しいのは強チェリー。さあレアかな。よしナイス強。いやジャクポンポンポン、これが気持ちいい。でこっから終わっちゃうんで、なるべくレアをたくさん引く。危ないですね。あと終わりましたね下手すぎる。さあこれでまたこれギリギリアウトですね、こっちが抜けるんで。さあこれでま、これもアウトですね、抜けるんで悲しいですねここで友達呼べたらでかいんですけど、どうこれ行くんじゃない。よし、あとこれでレアークバーストまた入ったんでロックされます。今引くべきはチャンス目ですね。こういうのねうまいこと絡めて出していく。で悪魔自体は結構来るんでね、だコツコツ伸ばしていく。さあネクストゲーム何かが起きる、いきましょう。チャンス目がいいけどなここは。
スイカはいらないぞ。スイカ1体いるけどね。チャンス、よし、うまい。まあ20、50で合計70話のせで、こっから終わっちゃうんで、また5分の1。こっからロック外れますね。あと2ゲームあるんで、いけないか。あ、オッケーオッケー、引きましたね。頼む、チェリーかチャンス目、どっちでもいいですね。チェリー、まあ上乗せで、お、うまい。強チェリー30、まあまあまあ D ランクだってこんなもんですね。あと2ゲームの間に仲間が来たら大丈夫だったんですけど、ダメですね。ここで来ても入れ替わりなんでダメです。残り328枚。これがね、楽しいんですよね。これプラスこの BGM で乗ってくるんですよね。なかなかレアくいけないですね。であとは上乗せ2倍にするキャラがいたりだとか、悪魔は全部で77体かないますね。さあ赤来たんで、これはセプテントリオンいけそうな気がするね。はい、行きましたね。でバトルになりますと、行きましょう。勝てば悪魔の契約いきますね。全役上乗せもらえます。はい、ドゥベイさん。さあで誰が来るかなんですよね。はい、ガルーダ。まだか、まあ真ん中ぐらいかな、多分熱くない。残念ですね。やられましたと、残念。まあこんな感じですね。まあ、勝てば今ので悪魔の契約もらえましたと。まあまだ枚数余裕あるんで大丈夫。さあ炎ミッション行きましたね。さあセプテントリオンバトルです。行きましょう。勝たせてくれ、頼むぞ。さあレアグイーター、イシス、違う、アテナでした、ごめんなさい。イシスってなんだ。パラスアテナさん召喚ですね。これ大丈夫じゃないですか。はい、携帯プッシュ、あー気持ちいい。もう懐かしいですね。で、悪魔で契約してくれますと、まあ、ジャックフロストに可能性もありですね。さあ行きましょう。まあ、ジャックフロスト行ってくれた方がいいな、当たり前ですけど。まあ行かないね。はいはい、悪魔契約でこれでまあ全役バランスがもらえると、アマテラスさんですね。はい、行きましょう。まあ最低50枚ですね。まあこれでもう OKOK。これ S ラーいるときにやっぱり4体揃えるのが強いんですよね。あと1ゲームレーク行きたかったけどダメでしたね。10ゲーム残り228、まあ、これで500枚超えですね。残り534枚なんで、あと300枚ぐらい上乗せできたらとりあえずトントンには持って帰れる。重いよねレークが、引けないな。さあ友達召喚チャンス目、まあ、今チャンス目引いたら強いね。さあレークいいよ、チャンス目頼む。どう、あんじゃない、よっしゃ、あくそー。まあスイカでバールがいるんで上乗せですね。30枚です、ごめんなさい。タイミングよく引いてもね、やっぱこんなもんなんでぴったり終わるやん。来い、よし、これでまあ、8ゲームは耐えれますね。無事、まあしゃあない。まあ、結構延命できましたね。617枚獲得で終了です。残り251枚までまくったんですけど、残念ながら。で一応ここを引き戻しの抽選あって、あのこれが棒の時とかレアグ引けると戻せますね。惜しい、残念。セブンチャンスでいきます。難しいですね。こっちですね。いきます。やったかこれ。オッケーオッケーオッケー。危ねえ危ねえ。まあ疑似遊戯なんでね、こういう面白いリアクションもできると。149ゲームなんとか2択当てて成功ですね。さあ224枚、残り185枚のところまで行ったんですけど、残念ながら。レバーを叩け。いきます。ドン。オッケー。ただ終了背景もなんかあるのか。366枚、伸び悩むね。
ルシファー引いてちょっとしてから50ゲーム以内にサタンを引いて、ここにルシファーとサタンを呼びたいなと思います。50ゲーム以内に3万ちょい分の1を2回引くと。サバイバルバトルですね。さあ340ゲームサバイバルバトル、ここで稼ぎたいですね。やばい、オーケー、でかい。さあ150ですね。まあこれで500踏んだんで、500と600マリオ放中戦。これいったんじゃないか。さあ携帯プッシュからロナウド、一応これで当たるのが設定差あるんで、で今日1回もないので、1回もっていうか天井のみたいなやつ一発だけなんで、ちょっとそろそろ当てときたいですけどね。さあ初めてここまで来ましたよ。でまあこれ当たりますね、ゴースト級。まあこれはいったでしょう。復活？いい振動だな。371ゲーム、500のポイントでヒットですね。さあ行きましょう、ミッションコンプリート、行きます。神へと挑む。ちなみに今プラス49枚です。まだなんとかプラス息を守った状態で当たりましたね。さあ行きましょう、青ですね。すげえ、全部龍脈や全部龍脈や。携帯プッシュ。さあ本日初龍脈、初当たりからしか行かないですね。行きましょう、砲撃を貯めていく感じ。はい、青赤が欲しいですね。青弱いんじゃないか大丈夫か。はい、まあ赤で、赤が50枚以上かな、青という感じで、行きましょう。はいはいはい、と行きます。弱え、もちろん普通に赤の悪魔召喚よりかは強いとは思いますけど、これで、あーでもう一発ね。あーそうかそうか、悪魔契約が絶対来るからか。はい、てな感じでやっていきましょう。完全にお得、170枚スタートプラスアマテラスですね。チャンスだほ、50でかい。ほい、なんだサバイバルメベル30 10、ラストどう、プッシュ30、284枚からスタートですね。 OK、まあ、130伸びないよ、ちょっとだけ増えましたね。411枚プラスになったんで7枚ぐらい増えてます。あとはカットインですね。ここ黄色、あこれ嬉しい。627回転、マイナス220枚、まだいけますね。こっちでいきます。よし、危ね、94ゲーム、なかなか当てられてますね。耐えろー、くそー、ハサミっすね。うますぎる、冗談で揃いなかった。どんどん獲得枚数減ってんだけど大丈夫かこれ。こんな下手だったっけな。まあなんか本当なんかダメっすね、序盤だけっすね、イエスの企画強かったの。やめようかなもうけどかなり1408までいったんで、チャンスの抽選も
さることながら相手のね抽選もしてます。ロナウド普通に当たりましたわ。399ゲーム、マイナス83枚なんでプラス流は確定ですね。ちょこれめっちゃさ旗手に頑張ってない？めっちゃこうこれがねこれがこのラインでこうめっちゃ頑張ってますわ。設定はまあありそうかな。まあ上3つあるでしょう。まあ皆さんもちょっと予想しててください。僕も全く分かんないですけど、まあ普段打ってるやつよりかは軽いかなって感じはします。50でかい。よし行くぞ。ちょっとレア役の引きがあんまよろしくないんで、まんべんなく引いていきたいね。びっくりした。これチェリー引いたか。頼む。いやなんでか。ただ上乗せしてくれましたね。あそうか、ごめんごめん。オーディンはそうですね、レア役で OK ですね。50枚上乗せです。あと1ゲーム2ゲーム早ければね4人並べられる可能性もあったんですけど、まあたられば言ってもねこの台はもうほんとしょうがない。過去は切り捨てていかないとね、常に新しいこと常にアップデートし続ける、それが大事。チャンス目うまい。70いいよ、頑張ってます。レック、いやースイカか。どうどう、あと1ゲームありますからね。まあ無理か。ちょうど入れ替わりだよね。アップデートアップデート、思い出アップデート。あと1ゲームあるよ。10分の1、ダメ。デビルオークションチャンス来たぞ。残り152枚でようやく行こう。あ、行くぞ。なんでやなんでやねん。1000分の1もいけんのか俺。もう一個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 、来いよレスパー、来いよ、落ちてこい、行け行け。強水化がいいけど赤いからチェリーっぽいよね。よっしゃー、どら100、ナイスナイス、ようやく噛み合った。リプレイの3分の1で仲間獲得。弱いのか強いのかわからん。強いんか弱いんか、どっちや。リプレイの3分の1って別に普通やん。リプレイってだって4分の1ぐらい来るやろ。え、おー来た、あっつしかも野良で行ったから 80% もある。よし仲間はいいよ。でこれでうわ、いい、1人消えた。仲間はあと4ゲーム、あと4ゲーム、あと3ゲーム、これは取ったね。よしよし OK、 レアバーストいきましたよ。さっきまでずっと俺レア役バーストって言ってたから伸びひんね。レアバーストです。行きましょう。ここ今リプレイが3分の1で仲間来てストックできていくと思うんで、ちょっと頑張りましょう。レア役を引かないようにリプレイを引く。 OK、 仲間ストックですね。これで終わってもまだレアバーストが続く。リプレイリプレイリプレイ、いやー早い。そしてスイカやめろ。いやまだまだ全然 OK。
仲間が来るからね、3分の1で。まずいですね、これ下手すぎるぞ。あ、まだ残念、取れないの。あ、大丈夫なのか。 OK、 銃乗る。仲間来ない。レアかチェリーですね。まあ、こっからもう終わっちゃうんで、仲間を呼びながら、よし、ロケ乗ってプラス次ゲームレアクですね。行きましょう。弱いか。スイカ、あー一番ちげんだよな。これ取れるかな。もう取れますね。あと3ゲームなんですけど、その後まだ続くんで、闘病のところかな。さあ行きましたね。これはどうなる、固定してくれるのかな、大丈夫かな。なんでここでリールロックしてんねん。フリーズしねえから。お前2段階いってるぞ。フリーズしろ、フリー。おい、まあ、いけいけ。なんか変なタイミングでリロック2段階来るな。さあ強水か、書き換えてくれ、頼むぞ。いける、お前ならいけるぞ。アテナなあ、マジガリューだしかこれ。けどまずそろそろカッ、もう、いやーダメだ。ただまだレアーバーストから続くと思うんで、よっしゃオッケー、これでまあジャックフロストに入れましょう。久しぶりに勝ったな。落ちそうやん、かわいそう。さあジャックフロストにくれ、青やけどかけない。まあ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 大丈夫、全員役のせ悪魔が来たんでオッケーです。悪魔でから仲間ね。はい、でこれはまだストック2人いるんで、まあ、これリプレイで貯めましょう。引けずっと。でカーマは終わっちゃいましたけど、その分、別の方が来ますね、チャンス名の方が来てます。だこれ2人同時に終わるからもう終わっちゃうんですよね。ここなんとか次でここで集めれたら10乗るだけか。レアバースト終わりましたね。でこっから全役のせいです。これはなんで来ない、4割ぐらいに来るはずなんですけどね。ちょっと下手くそだな。来ないな、いった。マジ連続で勝ちましょう。もう誰もいなくなったんで勝つしかないっす。新世界メラックめっちゃ強そう。頼むぞ、携帯弱い。でもね、本当にね、記憶が確かならガルーダでも勝ったことあんのよ。全然ダメ。強えよ、やっぱ強えよ。残り220枚。ただ500枚超えですよ、初の。そんなんで満足するのかと。全然足んねえよ。よし、リプレイで乗るぞ。まだいける、まだいける、まだいける。違う、リプレイですねこれ。うわ、なんや、何の銃や。リプレイじゃないんかい。まだ耐えてる、耐えてる。乗らんのかい、リプレイは乗らんのかい。チャンス目、あと1ゲームで持ってこれば。いやー、むずいな、むずい。そう、今日一伸びたのが546枚という感じですね。さあ、ただポイントが半端じゃないことになってるんで、チャンスを全部外して
7回目までいきましょう。あと2回ですね。まあでも天井行くにしても回転数279なんでね、まだ恐ろしいことや、ね、ロナウドゾーン。何のデビューなのね、まあ、フリープレイのねデビューやね。というわけで、SSS ランクのサタン降臨。これルシファーだったらベルで毎回乗せなんで、ルシファーの方が断然強いですよ。リプレイ来ないじゃないですか。なんですけど、まあ、とりあえず AT 持ってきましたね。よし、よかった、一応引けましたね。頑張ろう。というわけで289回転フリーズおめでとう。サタンやけど全然嬉しいです。だから目標であるサタンとルシファーを並べる、やりましょう。よかった、いきましょう。龍脈、まあそうやばな、まあ頑張ります。いきましょう、リプレイが大事。はあ、上乗せじゃん、これリプレイヒーター。ああ、てか余ってるやつおるからね。はい、30。あのね、リプレイってマジでいけないんすよね。さあ結構アマテラスかなり頑張ってる、かなり頑張ったんじゃないですか。はい、174までいきましたね。まあこっからはちょっとリプレイを引くゲームになってきます。全くいけない可能性マジでありますからね。まあたらればなんで、もうそれしょうがないですけど、引いたことに意味がある。まあでもオーラはすごいですよね、かっこいい。これはスイカを引いたのか、リプレイナイス。100ね、まあ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 、一応サタンの方が振り分けいいのかな。これレアバーストいきたいね。はい、上乗せ、まあ50でかいですね。仲間は来ない、まあ、50ゲーム間いてくれるんでね。まあ30、まあこんなもんやね。まあ常駐してくれてるんで3人集めるだけでいいですからね。てかもう半分切ってます、やばいっす、数えるほどしか乗ってないっす。まあルシファーとの差ですよね、これが。まあしゃあない、もうでも引けただけで本当嬉しいっす。30100枚以上にしといてほしかったよね。平均500枚ちょっとで、ルシファーとも期待値変わんないですけど、絶対ルシファーの方が強い。フリーズやぞ、サタン来る確率6万5000分の1ですからね。そうだろ、ラストス、最後の最後で30、合計で457枚なんで。はい、もうちょうどこれ、ね、時間も見れるかな、ちょっとカメラ映せる、ここ7時間59分8秒機械割り的には 104%、 サマイで言うと682枚プラス325回転まで連れてかれました。1000枚ちょっと一瞬あったんですけど、まあまあまあ減らして、でも高ベースなんでそこまで減ってないんですけど、普通のダイエットやばかったですね。いやはや旗取り12回ですね。5601書いてますね。どうなんだろうね、初当たり確率的には多分普段打ってるやつよりも全然軽かったと思うよね。
普段打ってたやつね、もうあんま覚えてないけどもちろん。まあ一番申し訳ないのがちょっと見せ場が全然なくて、まあ、最後これ当てれたらよかったんですけどダメでしたね。あとこれねスルーももうちょっとだったんですけど、まあ時間はルールなんでもうしょうがないっす。てな感じですかね。まあでもプラスで終われたんで、機種購入免除ということで、まあ良かったのかなというふうに思います。トータルでもまだプラス一応維持できてるかなっていうふうには思います。サマイとかではなく普通に終始でプラスいけてるかなというふうに思うんで、まあ良かったかなというふうに思います。で最後肝心の設定推測なんですけど、まあ初当たり時にすごい深いところまで持ってかれてあれあれと思ったんですけど、そっからが、まあ、グラフ見てもらうと分かるんですけど結構ギコギコしてるのよね。で別にそんな出た AT なかったのにギコギコしてるんで、まあ上かなっていうふうには勝手に思ってます。俺もう一回4とか引いたんちゃうかなっていうふうに思ってます。まあぶっちゃけ456わかんない、まあ構成って打ったことないんでわかんないんですけど、6なのかな。6の割 113% でしょ、で今機械割 104% で収まってると考えると45どっちかかなっていうふうに思います。で、まあ、予想 4、まあこれ別に当たったからといってなんもないんですけど開けていいですか。ちょっとこれ設定キー、これ設定キーですね。設定変更中です。え2、嘘、設定2なんすか。え絶対高設定やと思ってた。じゃあ結構頑張ったんじゃん、めちゃめちゃ頑張ったよねいやよかったよかった。じゃあプラスできてよかったですね。まあフリーズもいけてなんやかんや、もう分からんもんすね、設定推測なんかね、もう分かんわ。まあそんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画面白かったら高評価押してもらえると嬉しいです。引き続きまあ期間が続く限りこういうの続いていくと思うんで、あとね売ってほしい機種とかもしあったらコメント欄かツイッターとかで言ってもらえると参考にさせてもらいたいなというふうに思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。今回の実践技術、鬼浜友情バンカ編ですね。おお下克上、はい乗りましたね。あ違うわ、おおオッケー。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。